はい、皆さんこんばんは、ンマンテンさんです。えー、配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見て,見ていきたいんですが、えー、今回ね、563回 E セットでこういう結果になっております。今回ね、E セットだったんですけどね、えー、そうですね、セットの傾向といたしましては、えー、傾向の、えー、まあ、特にね、E セット、 えー、そこそこ偏りになる、えー、セットなんですけど、まあ、今回その傾向に沿わずにねそれぞれ、えー、縦1列ずつ、ね、1個ずつ出てるような、えー、結構まんべんなく出てるような感じですね位の課題に関しましてはね E、えー、セットっていうのは、えー、36桁が、えー、特に出やすいんですけど、まあ、今回はその傾向に沿わずに、えー、16桁とね え、土地の桁が3つずつ出てるというところですね。まあ、今回ね。注目していただきたい点、えー、まあ2点ほどありまして、まあ、1つはね。先ほど申し上げました。通り、縦の列がね。1列ずつ出てるんですけど。 まあこれは比較的珍しいんですけど、まあ、縦の列っていうね、えー、あの実際のね、えー、抽選ボールの、ねえー、と色の、ねえー、グループというか、まあ、まあこの縦の列は、ね、同じ色っていうところでなってるんですけど、まあ、あまりね普段、えー、触れないんですけど、えー、ボールの、ねえー、種類っていうのは、ね、セット,によ,っセットのによってそれぞれ、ね組み合わせがえー、色の組み合わせが違いますんで、 まあ今回で言うとねいいセットだったんですけどまあ今回で言うと、えー、この7種類のねボールの球 1> が1つずつ出たというところでね、比較的、何回かあるんですけどま、ま比較的珍しい出方してます。あとですね、ついでにここ触れますけど、あまりね、ちょっと色についてはね、ふだ触れないんですけど、先ほど申し上げました通りそのり、セットによってね色の組み合わせっていうのがね違いますので、実際えートータルのね出た数字、 出て色のね、組み合わせの、えー、結果がここにあるんですけど、これ見て,いだ見ていただいて分かると思うんですけど、赤が特にね、出てなくって、緑が、えー、出てるというところでね、まあ、この辺はね、えー、いつも出してる、あのー、セットごとの、ね、予想には、えー まあ、えちょっとファクターとしてね、え入れてるんですけどね、まあ、普段あまり、え意識されないと思うんですけど、まあ、この辺もね、ちょっと、えたまにはね、ちょっとあの、軽く見ていただいたら、えいいんじゃないかと思いますね。もう一つね、え今回注目していただく点といたしまして、そうですね、今回ね、31番、え出たんですけど、これはね、えちょっと20回ぐらい空いてて、今回出なかったらね、21回となってね、ここが、え緑になる。 予定だったんですけど緑にならずにね今回出たことによってギリギリ黄色のゾーンでねえこれ出たというところありますしえあとね1番もねえ14回え空いててちょっとねえ結構空き始めのところだったんですけどまあこれがね同時に出たというところでねえまあちょっと空き始めた数字がえ2つ出たというところでまあこの辺もねちょっとあのー 最近はちょっとあまりそのね、長い、まあこここ、ここ、ここのね、ちょっと前の15番とかは、あれですけどね、あまり長い、えー、そうですね、間開かないような感じになってきてますんで、ま、あこの辺とかも24番とか5番とか今で言うとね、11、24、25とかね、この辺もね、もしかしたらね、そのうち出るかもしれないんでね、 えー、この辺もちょっとあのー、比較的ちょっと注目して見ていただきたいと思います。ということでね、えー、次回の予想ですけど、えー、こちらがね、えー、セッター、あのー、 偏りになる数字となっておりまして、えー、こちらがセットごとの予想となっておりまして、これが総合的な予想となっておりまして、えー、私のね、大穴狙いの手動、えー、の予想がこちらとなっております。またね、データご覧になりたい方ね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということで、また来週、さよなら。